そういうね、リク君のプレーボールも最後逃げてましたけどね。アウトが取れていません。低めのボール、これで 3-2 ことになりました。さあ、これでオールスター前の9連戦2カード目1勝1敗ということになりましたけれども、マリンサイド今日はちょっと本田の前に打線がいいところなかったですね。まあそうですね、はい、まあ、ただ、うん、まあ、4回は先頭打者を出してるんですよね、はい、あ、はい、まあ、そういったところでそのチャンスをうまく生かしきれなかったっていうところですかね、はい、まあ、ダブルプレーが2回、そのうち2回がダブルプレーですから、はい、18番やっぱりしっかり3回裏にこう先頭打者が出る、そこで得点に結びついていると、自分の仕事はやっぱ得点をすることだってことも言われてましたよね。